福住中貞城は、奈良県天理市福住町にあった、日本の城。福住中貞城は、戦国時代、筒井氏に従った福住氏の城郭があった。筒井淳景と松永久秀との抗争時、淳景はこの福住に寄っている。現在の福住中貞城は山林となっており、一部構成の改変部分もあるが、以降の現存状況は良好に残っている。天理市福住町には福住城が2つあり、福住院の市城が福住城の新城、福住中貞城が古城と思われている。福住城の名は、永享6年に筒井城と並んで出てくるのが資料の所見となる。応仁の乱では、福住氏と筒井氏の軍勢が福住城に駐屯した。文明7年には、福住館、文明13年には、福住城と記されている。館から城郭へ変わったのではないかと推察されている。福住氏は、同地域に古くから栄えていた豪族で、福住の軍事として表出者の再試験を握り、豪中に号令してきたと言われる。筒井淳英の兄大東が福住氏を継いでからは、筒井一族として栄えていた。文明13年10月13日の城に、越智氏、古市氏が山内、新城これを作るとあり、越智氏、古市氏に降伏した山内周が、新城普請のため動員され迷惑したとある。この山内新城というのが福住院の市城のことであり、2年後の文明15年8月7日、古市氏と福住氏は福住城で戦闘状態になるが、この時の福住城とは福住院の市城であると思われている。福住氏は福住院の市城を奪い取り、本城を福住院の市城に移したようである。福住中貞城。福住院の市城と周辺地域の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成、筒井城の戦い、第8次筒井城の戦いも参照。永62年、筒井淳景が松永久秀に筒井城を落とされ、福住城に逃走して滞在中に、松永軍が元亀元年6月9日に福住城を攻撃した。この時の福住城も、福住院の市城が主戦場となっていたが、福住中貞城は小規模ながら一貫してまとまった縄張りの城郭であると評価できる。戦国末期の発達した縄張りを表しており、その追記、改修には筒井氏が関与していた可能性が考えられるとし、福住中貞城は現在の縄張りの形状から時代が新しく、福住院の市城が本城となってからも、福住中貞城も機能していたと指摘されている。廃城に関しては不明だが、福住院の市城と同時期の可能性も指摘されている。福住中、貞城周辺地域の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成、福住中貞城は、主郭から南東部に付属する2つの郭が基本構造となっている。自然の地形を最大限利用して防御性を高めるならば、福住中、貞城付近に適当な場所はたくさん存在している。それでもリスクを背負いながら、当地を占地したのは、防御性以外の理由が高かったものと推察されている。主郭の北側には高さ3メートル、幅約7メートルの土塁を巡らしている。この土塁の西側先端部分に、北側へ約3メートルの張り出しがある。この張り出しは、檻と呼ばれ、北側から攻め上ってくる敵軍に対して、櫓を立て、横矢を意識したものと考えられている。檻は、室町時代ではなく、戦国時代以後の遺構と考えられている。この張り出しの下部は、堀切となっており、この堀切の西側は、張り出し構造と合わせて屈折している。東側はそのまま縦堀となっており、現在は埋没しているが、当時は、主郭東側の防備を固めるために、横堀があったようで、現在も断片的にその痕跡が伺えることができる。主郭部分の北側半分は平坦地で、方形間の要塞となっており、福住中貞城の中枢部であった。主郭の孤高は南西方向にあり、その内部側が武者溜めとなり、方形間より一段高くなっている。主郭の南西部にも張り出しがあるが、こちらは作兵が不十分となっている。主郭孤高の前面には城門があり、土塁が狭まった部分で、そこから城外に出ると、道は左右に分かれる。主郭と南東部に付属する郭は、現在道が付けられているが、これは破壊道で当時は、道がなく、堀邸道を隔てて木橋などで連結されていた。南東部の付属郭は、主郭の孤高の前面にあり、かつ王手、絡め手を監視する位置にある。主郭を防御する前衛的な郭と考えられている。このような城郭の特徴から、岡井忠清を作兵し、宝慶館を中心としたが周囲が十分でない、応仁の乱期の城郭と、後に周辺を空堀で囲み、郭は緑辺の土塁をつけた戦国期の不振と二段階から成り立っている。また副獣医の史上も、応仁の乱期と戦国期の二段階の改修が認められている。副獣中貞城への途上口。ありがとうございます。